今日の生かした偉人は西郷隆盛。彼は薩摩藩のリーダーとして知られています。また木戸孝允、大久保利通に並ぶ維新三傑の一人です。西郷さんは昔からはっきりと物を言う性格でした。藩の役所に勤めていた時も自分の意見は何度も主張しておりました。そして西郷さんの意見が藩主である島津斉彬の目に留まり、彼の側近として活躍します。まさに大大大大大出世。私も毎日職場でゴマをゴリゴリしていますが、未だに出世できていません。なぜでしょう。やはり彼の信念を貫く姿勢こそが若い武士たちからの人気を集めたんですね。その後は薩摩藩のリーダーとして倒幕に向けて動きます。そして長州藩と薩長同盟を結び、江戸城を攻めて幕府を潰しにかかります。しかしそこで勝海舟と話し合い、無血開城を決断しました。しかしそんな西郷さんも最後は西南戦争で命を落とします。そんな西郷さんといえばがっちりした体型で有名ですね。